Together。 この番組は三浦市在住の私、音楽プロデューサー、サックスプレイヤーの姉浅本千佳と映像クリエイターの妹ミカ、私たち姉妹がローカルラブのコンセプトでファッション、ライフスタイル、グルメ、経済などコミュニティの情報を国内のみならず世界につないで共有するといった音楽バラエティ番組です。皆さんこんばんは。こんばんは。もうね、また歯の話で恐縮ですけど、はいはい、今狩り場なんでこのコミュニティっていうのは言いづらいんで皆さんすいません、お聞きづらい、お聞き苦しいかと思いますけれども、はい、まあそんなわけで、あのこの滑舌の悪いのが浅本姉でございますところでその狩り場はいつ本場に、まあ、いつなるんでしょうね本当にね、長いことかかりましたねこの歯の治療はね。でも歯の治療って長くかかるもんですよ。そうですか。あとね、全然ね、歯医者ってね、前も言いましたけど、うん、予約取んないと絶対見てもらえないんですよね。そうそうそう、本当に痛いんです、なんとかしてくださいって言っても、うん、では1週間後いかがですかって、そうそうそう、今痛いんだよみたいな本当にもう皆さんね、 歯だけはね、はい、本当大切にしてほしいなと思う。虫歯とかあります？今んとこないです ね、 ね、なんか歯が痛くなんないと歯医者に行かないからね。多分今ないと思います。そうですか。そう、それでねゴールデンウィークどっか行く予定あります？全くないですね。ない本当に。どこにも行かないんですか？どこにもゴールデンウィークじゃ行かないですね。どこもかしこも多幸ございますから。そう、だから円安にもかかわらず、今年海外に行く日本人の方すごい多いらしいんですけど、ね、ハワイ便とか満席だって聞くもんねそうですね私たちと同じ人種ですか？本当本当みんなすごいなと思って、ね、これでもまださ、まだこうコロナ明けのこのバイブっていうのが引きずってるんじゃないですか ね、うん、やっぱりあの何年間っていうのがね、皆さん我慢なさってたから、うん、3年間か、まるまるね。そう、うん、でもね、やっぱりねゴールデンウィークね、ちょっとやっぱ同じ神奈川県内で、うん、まあ、箱根とか行ってみない、うん、いや絶対混んでるから嫌そんなこと言ってたらね、どこにもいいです。あのね、ちょっと行ってみたいとこあるの、うん、あのね、神奈川じゃないんですけど、うん、あのね、ディズニーランドね、何十年も行ってないんでディズニーランド行きたいかなみたいな。平日に行こう、ね、平日、うんうん、なんか梅雨時の平日に行こうじとじと傘を差しながらOK です。ゴールデンウィークのディズニーランドなんてもういやでもね、皆さん本当に今年のゴールデンウィークは長いんですか？いや、なんか3日間ぐらい、なんか代休だか有休だか取ると、ほうほうほう、まあ、1週間強ぐらい取れるんじゃないですか ね、 ね、うん、ぜひ楽しい、ね、ゴールデンウィークを過ごしてほしいなと思います、ね、うんうん、さあそのゴールデンウィーク突入する前に、はい、このレッツステイトゲダー、はい、今日の、はい、テーマは何でしょう？今日のテーマはですね、なんとカントリーミュージック。カントリーミュージック。そんなわけで1曲目に聞いてください、はい、ビヨンセブラックバード聴いていただいた曲はブラックバード、ビヨンセ。 いいですね、いいですね、うん、この歌い方が好きだな、ねえ、うん、ね、このビヨンセのこのブラックバードは、うん、カーボーイ・カーターというね、うん、彼女の最新アルバムの中に収録されてるんですけど、今このカーボーイ・カーターがねビルボード200で2週連続首位をキープしてるんですって、うん、で、あの今なぜかね、黒人シンガーたち、アーティストたちが、うん、あのカントリーミュージックに対してものすごくなんていうのリスペクトしたり、うんうん、またこのなんだろう、どっちかというと白人系の音楽だっていう風に思われてたじゃないですか、ね、うん、でもビヨンセたちがなぜこのねカントリーミュージックにこう注目しているのかというと、うん、これ実は黒人の音楽だったんじゃないかと、まあ、みんなこう今言い出してるわけですよ、うんうん、それでねビヨンセとかリルナズ X らがカントリーミュージック界に与えた影響を探るドキュメンタリー映画 Call Me Country、この新作ドキュメンタリーは4月26日に
配信されると、うん、どこで配信されるんですかね、ちょっと調べて、うん、まあそんなわけで今そのカントリーミュージックっていうのがね、うん、人種のその壁を越えてですね、あらゆるちょっとこうトレンドになってるんですけど、美香ちゃんカントリーミュージックっていうとどんな問題どんな一番最初に多分触れたのはジョン・デンバーとかオリビア・ニュートン・ジョンとか、そうだよね、リー・ネルソンとかっていう感じかな。そうだよね、それこそ何あのギターのこういう丸いやつバンジョー、バンジョー、そうそうそう、なんかああいうウエスタンなイメージ、うん、どちらかというとアメリカの白人音楽の象徴みたいに思われてるんだけれども、ジャズと並ぶね多様性を感じる音楽なんですって。うこうあらゆる音楽のルーツ、ルーツ、まあそれがねそのいろんな音楽がミックスされて枝分かれしていってジャズになったりブルースになったりっていうことを、まあビヨンセたちは言ってるんだろうね多分ね。ね、私もすごいカントリーミュージック好きですよ、うん、ただまあコテコテのねカントリーミュージックはね、あのバンジョー弾いてそうシェイキーズで流れてるやつでしょいやーっていうのは、まあ、あんまりあれな聞いたことないけどどうもカントリーとそういうイメージになっちゃうけど、そうなんですよ、うん、でもどちらかというとそのか、ね、広いってことですね、カントリーミュージックに、うん、あの影響を受けてその後 の、 そのレイ・チャールズだったりのソウルミュージックだったりとか、うんまあ、もちろんテイラー・スウィフトだったりとか、うんまあね、カントリー一種な音楽っていうのは私はものすごく好きです、うん、それでねこの今聞いたねブラックバードって曲今ちょっと調べたんですけど、うんまあ、ご存知の方はすごい多いと思うんですが、これ実はほらビートルズ、ビートルズの曲なんですけれども、うんうん、これもともとねポール・マッカートニーがね1997年の彼の著書 Many Years From Now で、うん、あのこのブラックバードの曲がなぜできたのかっていうことを書いてるんですけれども、うん、これはですね黒人女性のために書いてるんですって、だからブラックバードっていうのは、まあ、黒人女性への曲で、彼女たちがこのアメリカで直面している問題、これにねあの頑張ってって立ち向かって頑張ってって羽ばたいてって、うん、あの信念を持ち続ければ希望があるよって励ますために書いたらしいんですよ。それをビヨンセを歌うっていうのはちょっとエポックメイキングだね。長々ね、そう、そんな感じで今日はですねちょっとこのカントリーミュージックを深掘りしていきたいなと思います。はい、聴いていただいた曲は You Don't Know Me by Ray Charles。 いい曲ですよね。この曲はもうねすごい様々な方がね、うん、やっぱりあのカバーしてるんですけど、うん、デビス・サンボーンとかね、うん、あのサックスプレイヤー、うん、あのインストでカバーしてます。すごくいい曲で、これもねカントリーミュージックに、うん、あの非常にね、うん、影響を受けた、うん、レイ・チャールズのアルバム、うん、モダン・サウンズ・イン・カントリー・アンド・ウェスタン・ミュージック、もうモドそれなんですけれども、うん、そのカントリーミュージックの曲を自身のソウル風なスタイルでアレンジしたアルバムなんですけれども、うん、その中に入ってるんですけどね、結構いい曲がいっぱい入ってまして、うん、例えば I can't stop loving you とかね、うん、もう Born to lose とか、うん、Just a little loving とかね、うん、あとはねこのアルバムの中で Bye bye love とか入っててね、うん、やっぱりすごいカントリーミュージックをね本当にレイ・チャールズのスタイルでアレンジしたいいアルバムですよね、うん、なんかねカントリーミュージックってねマーケットが非常に大きい、うんうん、まあ、多分ビヨンセたちもそこを狙ってるのかと思うのか な、 な、ね、とは思うんですけど、でもなんかネットで見る限りちょっと反対っていうの意見もありみたいですけどね。あ、そうですか。 なんでここに参入してくるんだみたいなのもあるっていうのも今ちょっとでもネットを見ながら見てたけど、カントリーミュージックってねやっぱり今言ったみたいにすっごい大きなマーケットでアメリカで最も売れるジャンルなんだって、うん、で、毎年数百万枚のアルバムを今でもね、うん、あの販売されてるんですって。であとねカントリーミュージックのアーティストは何がすごいかっていわゆる日本で言うとさあの演歌歌手って
どこでも、うん、あ営業営業でそれと一緒でアメリカ全土でのライブツアーができる、うん、それと音楽フェスティバル、うん、もうあちこちでカントリーミュージックの音楽フェスティバルがあの人気があって、でまあ、どこに行っても仕事があるみたいな感じなんですけど、まあ、それだけ大きなマーケット、まあ、でも特にね南部や中西部ではまあそういうイベントが盛んらしいんですよね。だ確かにそこにね黒人アーティストたちがねまたねこう今またレイチャールズじゃなくってビヨンセたちの世代がこう入り込むとちょっとが波紋を呼びそうですね。あとねファッションも見た、見た、あのカーボイハットをかぶって白い馬かなんかに乗ってたかな、そうそうまさにカーボイルックすごいよね。でも歌い方も変えてるかな、なんかいつもの感じと違うなんかするビヨンセ、なんかこっちのが好きかも。あそうね、う私もどっちかって好きかな、うん、ストレートに歌ってる感じの方が好きかも、うん、であのまあ音楽もそうなんだけどさっき言ったみたいにねあのファッションもねすごく今ねトレンドになってるらしいですよ、うん、カーボイスタイル、うん、カーボイスタイルってさなんか流行ったよね昔、流行ったウエスタンブーツとかフライのね、フライのウエスタンブーツとかね、ちょっとバンダナっていうのも流行ったし、あそうかそうか、うん、あとなんだろうダンガリーシャツ、うん、ダンガリーシャツ、あとこうスウェードのフリンジのついたベストとか今着てみますかそれ、本当に今じゃねディズニーランドのそれこそあった確かにディズニーランドであるね、ウエストエリアのね、やっぱりアメリカのルーツっていうか、うん、感じするそんな感じなんでしょうね、うんうん、まあ、今日はねちょっとカントリーミュージックが影響を与えたポップミュージックだとか、うんうん、まあそんなところをちょっとこう何曲かかけていきたいなと思います、はい、聴いていただいた曲はドリー・パートン Here You Come Again でした。これはですねまあね、ドリー・パートンといえば、ね、カントリーシンガーですね、もう代表的、今でも大人気ですよね。このアルバムはですねリンダ・ロンシュスタットやエミリー・ハリスとの共作でも知られているんですけれども、ポップスへのフィールドへクロスオーバーした作品なんですよ。77年の作品、ね、でもやっぱりさカントリーミュージックって歌詞もグッとくるらしいんですよね、まあ、私たちネイティブじゃないのわかんないけど、その庶民の暮らしを歌ったものとか、もう本当に普通の人たちのその喜怒哀楽をまあその歌った曲だったりしてるんですけれども、なんといってもメロディーがね本当にあらゆる世代やあらゆる人種を超えて好まれるね特徴的なメロディー、これがねなんかやっぱり特筆するあれなんじゃないですかね。フォークとは違うのかな。フォークです。あフォークですか。もう本当にフォークでございます。だから今考えたらオリジナルのミュージックって言うんだけど、そっからすごく枝分かれしたもうあらゆるなんだろう、ポップスミュージック、ジャズのルーツになってるよね。こうやって聞くとはって思うとね、そうそう。だからでもそれはどっちが先かって言ったら、やっぱりアフリカ系アメリカ人のブルースだったりが、そっからカントリーミュージックが生まれたんじゃないかとか、やっぱりカントリーミュージックがブルースを生んだっていう説もあるよ。そうそうそう、なんですよ。ニワトリが先か卵が先かってことだね。そうなんですよ。でもやっぱり庶民の音楽なんじゃないかな。まあ私ね結構好きなのはね、あのカントリー的な音楽っていうのものすごくやっぱり今でも好きです。例えばジャズで言うとね、パト・メセニ、パト・メセニなんかはもうすごくあのフォーキッシュだな。確かにそう、フォーキッシュなんですよ。カントリーミュージック的なね、あの曲をインストで、まあ、オリジナルで作ったりとかしてますよね。あと昨今で言えばね、やっぱりあれですよ、あのドンノーワイとかさ、ね、誰だったっけ、ノラ・ジョーンズ、ノラ・ジョーンズ、誰だったっけそこまで言っといてそう昨今で言えばね、
ノラ・ジョーンズね。ノラ・ジョーンズ、うん、あのやっぱりそれもカントリーミュージック、うん、そうね、ミカさん、いわゆるフォークミュージックだね、うん、アメリカってさ、そう、新しい国とは言ってるんだけど、歴史の、まあ、浅い国だとか、まあ、私たちこう日本にいる人間からすると、うん、なんだよ全然歴史のない国じゃんかよって言うんだけど、うん、その短い歴史の中にさまざまな音楽をこう、うん、生み出してますね。ね、それはやっぱり多様性があるからかな、うん、まあ、移民っていうのもあるかもね。そうだよね、本当に。なんか日本ってでもカントリーミュージックのマーケットあんまりないよね。どうしてもシェイキーズになっちゃうね、カントリー。でもなんかハッピーになるよね。ハッピーになるんですよ。やっぱさ、カントリーミュージックを聴きながらピザ食べてるってな、へーとか言いながらウエスタンブーツ履いてフォークダンス踊るみたいな、そんなイメージ、うん、どうしても頭の中がさっきから離れなくてあとさ、あの Take me home country road ってあったでしょ。あれもそうですけれども、うん、You are my sunshine っていうのもさ、うん、あれもカントリーミュージックなんだよね、うん、これさ、でもさ、あの You are my sunshine って曲はね、あのカントリーミュージックの定番として歌い継がれてる曲なんですけれども、誰が最初に歌ったのかな、作者不明なんじゃないの。あ、そうなんだ、わかんない。ちょっとあのね、今ここちょっとあの調べたらね、うん、歌手であり後にルイジアナ州知事となったジミー・デイビスと、作曲家チャールズ・ミッチェルの共作とされているんだって、この曲って、うん、初めて英語で習った曲かも、音楽で。そうだよね、確かアメリカの音楽ってことでね、うんうん、これとフォスターの曲に続いて、マイボーニーオーバーディーオーシャーの次にそうそう、オーシャーの前はザだってそう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 ザって言っちゃダメなのよっていう、 You are my sunshine も今でも覚えてるしでもこの曲ね、ナットキンコールとかレイチャールズなどやっぱ多くのアーティストがね、うん、あのカバーして、うん、日本でね、なんとね、テレビコマーシャルで一番使われてる曲だって。あ、本当？そうあ、そうかも、うん、ねえ、あなたテレビコマーシャル界の人間としてどう、使ったことない？ない。でもさ、みんながハッピーになる曲だよね、うん、君は私のサンシャインさ、うん、みたいな。じゃあ、 まあここで一曲聴いてもらおうか、うん、誰の You are my sunshine をかけるのか、んじゃあナッキンコール聴いてください。 You are my sunshine、 ナッキンコール。聴いていただいた曲はナッキンコール、You are my sunshine。 今ね、聞きながらね、歌えたね、全部歌えた、歌えた。もうやっぱりね、体っていうかが覚えてますよ学校でね、学校で習ったから。もう自転車と一緒ですよ。もうてかさ、英語の曲を歌いましょうって言ってね、学校で、うん、この曲、うん、歌った世代ですよね、うんうん、だからもう本当に今もうフルでちゃんと覚えてました。でもなんかさ、いいね、ほのぼのとしてね、本当に。でも本当に覚えてるもんだね、何十年も前のものなのにあとシェイキーズ行きたくなるよね。シェイキーズ行きたくなるね、本当に。まあ、それかもうディズニーランド、それこそねディズニーランド行きたいよ。最近ディズニーランド行ってる？ここ何年間か行ってないけど、うん、だから前もこのラジオで話したと思うけど、多分お姉ちゃんが思ってるディズニーランドじゃないよ、もうどんな風になってるの。アトラクションがいっぱい増えて、うん、なんていうかこう空間が狭いって絶対思うはず。キャプテンイオの時でしょもうね、おい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 、もう年がバレるからその辺にしとけよって。本当にもうなんか、うん、でもなんかディズニーランドに行くと、そのなんていうのかな、まあカリブの海賊とかもあるんだけど、うん、まあ大昔に行った記憶をたどりますとね、うん、やっぱりさ、なんかアメリカの開拓時代西部の、うんうん、そのなんていうのかな、感じがこう、うん、味わえるアトラクションってあったじゃないですか。いまだにあります？あるある、ね、でもなんかちょっと人気がないんだよね。人気がないんだよね、うん、なんかね、覚えてるのはあとリンカーン
大統領とか出てきてね、あそう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 、そのアメリカの歴史っていうか、このあるのかなそれ、あるのかな、なんとかシアターってやつでしょ、そうそう、 あれが大好きだったのよ、なぜかっていうとすごい空いてたっていうのもあるんだけど、鳥が歌うやつね、そうよそうよそうよ皆さんぜひちょっとまだそのアトラクションあるんであれば、あのアメリカの歴史で薄くやっぱりあのウェスタンミュージック BGM でかかってるもんね、そうなんですよ、まあね、そんなわけで今日はカントリーミュージック、さまざまなポップスやソウル、ジャズ、ブルースなんかにすごく影響を与えた、カントリーミュージックを特集してるんですけど、ここでねちょっともう一曲聴いてほしいんですけど、はい、これ私大好きなあの曲で、まあギタリストパッド・メッセニー、パッド・メッセニー、ね、そう、の、まあ、カントリー的な、あのフォーキッシュな、あの要素を非常に含んだ、あの彼のオリジナル曲で、とっても素晴らしい曲です、ブライトサイズライフ、聴いてください、はい、聞いていただいた曲はパッド・メッセニーブライトサイズライフ、いいですね、やっぱりなんかルーツが見えますね、そう、パトメッセニーってすごく美しい曲、あとブラジル音楽にもすごく影響を受けて、オリジナル曲をいっぱい出したりとかしてるんですけど、私の中ではやっぱりねライル・メイズとパトメッセニーはカトリーミュージックって感じなんですよ、なんかちょっとわかる気がしますね、これぞアメリカ音楽ですね、でもこれはねやっぱり多様性が生み出したアメリカの音楽とも言えるんじゃないですかね、本当に、まあ、これから来ますよカントリーミュージック、ちょっと勉強します、ファッションも来てるから、じゃあもう履きますウェスタンブーツカウボーイハットをかぶって、あのテンガロンハットをかぶって私ゴルフ行っちゃう、もう本当にねえ、まあでもあの皆さんぜひね一回ちょっと、あこんな曲もこんな曲もカントリーミュージックだったんだな、しかもこうそれが今のテイラー・スウィフトにつながってんだなみたいな、そんな感じのことをこう考えながら聞いてみてもらえば嬉しいなと思います、さあアメリカ音楽といえば米株、ここ米株アメリカ株呼びます、やっぱり呼びましょう、今月も呼んじゃいましょう、米株といえばこの方、さあ、今月もお呼びしましょう、大磯の菊池誠さん、菊池誠さん、ぐるりんと回ってぐるりんぱと、どうも天気いいですね、でいいお天気だ ね、 ねえだんだんもう眠くなりますよね、あすいませんちょっと寝てました、寝てたでしょ遅れちゃいます、ごめんなさいごめんなさい、なんかいっぱいランチを食べてそうなんか眠くなっちゃうって感じありますよね、ね、そうなのよ、ちょっとね、その札幌一番ウィズ久世福商店がうまいそれにあのうちの近所で大磯で有名な三春っていうお肉屋さんのね、チャーシューをちょっと切って乗っけて、まあ美味しそう、キムさんってラーメンは 何系が好きなんですか、もう何でも好きなんですよ、醤油も塩も味噌も、何でも何でも食べますね、あのどうしてさラーメンってあんなにさみんなこう一家言ありみたいなさ、なんか結構、ね、みんなうるさい人いますよね、ラーメンに関しちゃ本当にだからあの食う方もうるさいけど、当然作る方も間に合って、あなるほどね、あの前にねあのミカちゃんとは仕事場に主戦場にしていた汐留電通のどういったら向こう側、海側ね、海側、そうそうそう、汐留の向こう側、まあ、銀座側って言った方がいいんだから、そこにねイサミっていうラーメン屋があってね、おこのイサミっていうラーメン屋のラーメンが超絶うまくて、うまいし親父がまたすげえ変わっててチャーシューがすごく美味しいんだけど、チャーシューを薄く切るのね、でチャーシュー麺っつって
はいって出してくるんだけど、うん、じゃあ頼むと、うん、なんか必ずその出したお客さんに、うん、溶けちゃうからすぐ食べてねって言うんですよ。話があんまり薄くてその熱いラーメンの中で溶けちゃうから早く食べてねって言うんだけど、この溶けちゃうから早く食べてねっていうのをそのチャーシュー麺を頼んだ全てのお客さんに必ず一言つけるんですよ。昼時の忙しい時ってチャーシュー麺のお客さん少なくないんで、溶けちゃうから早く食べてね、溶けちゃうから早く食べて、溶けちゃうから早く食べて、ずっと全員に言っちゃうわけね。全員に言っちゃう。そうやってポツポツ出すわけだから。でね、卵、チャーシュー煮卵の煮卵っていうのは、すべてが双子卵っていうの？縦に開けると、卵黄がなんと2個になってるんですよ。おー、すごいですね。双子卵をどうやって俺は仕入れてんだろうと思って。ね、だって、そもそも卵って開ける前からこれ双子なんですよって分かるんですね。だからものすごいこだわりで、じゃあそんなにこだわってさ、うんうん、1杯誰かも言ってたけど2000円3000円かって言って、うんうん、1000円当時のチャーシュー煮卵が1000円したかしないかだったと思うんですよ、うんうんうん、もうなくなっちゃってね、だいぶ前に。あ、そうなんですか。銀座からなくなって一時埼玉かどっかあさってのなんか小ぶりな団地のショッピングモールみたいな中に入ってとかなんか噂は聞いたんだけど、うん、そうなんですか。その後勇の親父は用として知れないみたい、うん、でもすっげえマニアな店だったけど、やっぱりそうね、同じなんで早く食べてね、溶けちゃうからって言う、溶けちゃうからって言ってるわけ。それで なんだろうね、それでほら売りなんで利益がバカみたいに出ててさ、うんうん、親父がメルセデスに乗ってるかってそんなことないじゃん。あ、でもね、すごい、うん、ラーメン屋儲かってるとこやばいぐらい儲かるじゃないですか。だから私たちがいつも行ってるね、尾道の、うん、尾道ラーメン、まあ、そこが尾道ラーメンを広めたって言われてるところなんですけど、そこなんかね、うん、脱税で捕まってんですよ、うん、親父が。大昔はあれだよ、荻窪の春木屋、春木屋、うん、ありました、ありました、ね、ラーメン激戦区にあるんですね。そうそう、一番最初の激戦区で、うん、そこの春木屋さんじゃなかったら、春木屋さんに悪いんだけど、やっぱり脱税で捕まって、うん、その脱税のその少佐がさ、うん、僕ってさ、店の裏にあるゴミで出てる割り箸あるでしょ、うん、あ、割り箸から利益をなんていうの、それなんか安分して、はいはい、はい、人口の額と差が大きすぎるって言って、うん、脱税してるだろうって言って国税がで、ラーメン屋の親父をに吐かしたっていう有名な話がある。でもさ、ね、大阪城の、うん、敷地の中にあるのかな、たこ焼き屋さん、いわゆるインバウンドで、ものすごい来てたこ焼き食べるじゃないですか、うん、やっぱそこも何億円か、うん、何億円か脱税してって、マジで、それだけ売れてるってことで、やっぱり爪楊枝ですかね、じゃあ、たこ焼きの場合は。だろうね。船みたいな、こういう皿だね。船だとシャッシャって捨てちゃうじゃん。そうねえ、だから儲かるとか儲かるんだろう。儲かるね。だけど、まあ、もちろんその脱税するぐらい儲かるラーメン屋もあるし、メルセデス乗ってるラーメン屋の味も200はないけど、うん、でもこんなにたくさんラーメン屋さんあってさ、美味しいラーメンいっぱいあってさ、うん、どれも1000円前後でしょ、安すぎるよ。なんかそんなこと言ってる人いたよね、SNS で。でも物価ラーメン1000円超えって、なんか私あんまり普段からラーメンあんまり食べないんですけど、はいはい、ラーメン屋さんにあんまり行かないし、まあ、以前美香ちゃん住んでた千駄ヶ谷にはホープ軒っていうのがあって、まああったんですけど、あ、うん、でもあんまりラーメン屋さん行かないんですけど、でも今インバウンド用に新宿ラーメン3600円、そんなに高いの今ラーメンって、うん、ラーメンだって1000円以下っていう、普通のラーメンは確かに1000円以下で食べられ、いくらでも食べられるんだけど、その確かにミネジョンよりインバウンドを狙ったさ、うん、ちょっと賢いラーメン屋さんも出てきてはいるんじゃないの。それと空港とかに入ってるようなさ、うんうん、有名ラーメン店とか、それから、まあ、わかんない、東京駅とか、そのステーションビルみたいな、うん、ああいうところに入ってるラーメン屋さんは概して高いよ、場所代がちょっと高いですよね、かなっていう感じで、うん、でもラーメンってやっぱりイスラムの方
とかやっぱり豚骨は食べられないんで、うん、いわゆるそのハラルフードとしてのその、はいはい、ラーメンをうちは使ってますよみたいなラーメン屋さんもやっぱりすごくあるらしいんですよね。でもねうちあの、北千束に住んでた時、千束池の近所に、うんうんはい、まあ今のその、皇后様のご実家があるおばだけが近所にあったんですね。でそこまあそのご結婚なさった時、うん、あすごいもうプリンセスロードって言われたり、うんうん、もう大騒ぎだったんですよ。ヘリコプター飛ぶそこに大江戸ラーメンっていうのがあるんですけど、まあ、そこで、うん、あのまあご成婚記念の金粉がブワーってやらしいね、やらしいね。プリンセスラーメンっていうのを出したんだけど、ったその時に2000円って言って誰も食べなかった記憶があな当時はね、高えなって。そうそう、でもねその親父が面白くって、うん、いやもうよくねあの小和田さんお父様、うん、雅子さんを連れてねうちによく来てくださったんですよって、うん、本当かよみたいなさ大江戸ラーメンにっていう感じですけど、うん、もうすごいですよ本当に。今月のテーマラーメンだよ。あ、ラーメン。いや、まあ、物価高くなりましたねって話で。あ、そうだね。そう、あとねなんかほらやっぱり今イランとそのイスラエルの戦争って言っては戦争ですけど報復合戦みたいなあれでちょっと株が下がりましたが、いやだからをするとね、うん、天安門事件の時と同じでね下げすぎびっくりしすぎですよ。金融もすごいあの紙面を割いてね、うんうん、あのハマスの次は今度イランがね、まあ、イランはもともとヒズボラだったりとかいろんなとこ使って、うんうん、あのちょっかい出してたわけだけどイスラエルに対して、うん、スバ第何次世界大戦勃発かみたいな、ね、みたいな、いや、うん、あれはさ俺も別に見たわけじゃないからそんなに下り顔で言えないけど、まあ、イランはとにかく大ペルシャ帝国の末裔としてはさ、うん、あんなお前急に昨日や今日ですよ、うん、あのユダヤ人が国作っちゃってさ、うんうん、腹に据えかねるのはまあ最もで最もだからって別にいいとは思わない。ただ怒ってるのはまあそんな理由だろう、うん、それでヒズボラやらいろんな連中使ってちょっかい出してて、でとうとうこの間一回なんか最初はイスラエルがイランの大使館、在シリアイスラエルの大使館、シリアか、うん、在シリアの、領事館っていうのかなあれね、うんうん、あの大使館イラン領事館に攻撃仕掛けて、うん、でまあだからあれやっちゃうとそれぞれ立場上返さないわけいかないじゃん、うん、そうね、まあだからお互いのね、まあ、イランも返しました。イラン返したらネタニヤフは今やさあの戦争をしてることでかろうじて首の皮一枚つながってるわけで、ね、うん、あの、うん、トップだからさ、うん、とにかくやらなきゃしょうがないから、まあ、空港に爆弾落としたらしいんだけど、うん、最初のイランの反応は面白くて空港で爆発があったらしいっていうね、うん、そういう反応でさ、うん、イスラエルからの攻撃されたっていう発表の仕方してないんだよ、うん、だから小規模なあのつまり自分の国内での立場を危うくさせない程度に一応仕返ししましたよっていうネタニヤフの小ぶりな反撃なわけでしょ、うん、じゃあ今そのイランとイスラエルのその攻撃報復合戦みたいなものはあまりこれ今下げトレンドになってるけど、うん、まあそこまで下がんないっていう感じですかね。広いに行ったらいい、ね、うん、広いに行けばいいですね。ミカちゃんあれどうした、なんだっけ、あのダイエット系は、そうそうそう、なんかテレビで見たんですよ。ダイエット、あのね今そのダイエット薬を作っているアメリカの会社が何年か前に比べて株が3倍とかじゃなくて10倍とかなってるとかって言ってて、でまだ市場が伸びるんじゃないかっていうのを、うん、夜のなんか経済ニュースみたいなのでやってたの。それすぐ速攻菊池さんにダイエット株なんすかって言ったらなんか今すごい乱高下しててなんかちょっと怪しいのばっかりだって菊池さんが言ってたから、まあかまあ、買ってないですまだ。だけどああいうところってやっぱりなんていうのかな、それはもちろんその、健康周りのサプリメント業界みたいなのは悪くはないとは思う、そのフィー、うん、あのカテゴリーの、ね、だけどなんていうか
やっぱりこういろんなリスクがそうですね、あることを考えとかね、だから、まあ、我が国でもねいろいろありますもん ね。でもなんかさ、そういうちょっと家帰ってきてたまたまテレビつけたら、うん、見て、うん、おっとか思うから、それは芸能人が出てきてアカウント、偽アカウントのやつあるけど、あ、そうそう、あんなのまあ引っかかっちゃうわなってちょっと自分でも思ったなったよね、なんかあれでしょ、あってテレビでとかしたら、そうなんだって、じゃあ買ってみようかなとか、でも大体フェイクじゃフェイクだなって疑ってかかるけど ね、やっぱりそうじゃない人の方がほとんどだってことですよ ね。地上波で言われたらさ、あーそうか、うん、そうか、なんか、そうか、これから薬かみたいなさ、しかもダイエット薬かとか思っちゃうね。だから量的にこうなんていうの、代謝の異常とかさ、うん、なんかその脂質コントロールが全然体ができないっていう、その病気の部類に入るような人に対する薬は、まあ、あった方がよかろうと思うし、まあそうですね、栄養素はいいと思う、うん、俺みたいな肥満は別に食い過ぎてるだけだからね食い過ぎ肥満じゃないじゃないですかいやだから食うの やめりゃいいんでさ、菊さんあえてでかくしてんでしょいや、なんかこうでかくなんなくていいとこもでかくなっちゃってなんかね、あでもね、いいじゃん、もうな、食べたいもん食べてさ、まあね、太く短くいきましょうよ。でも俺はやっぱりイチゴはどうしても甘おう、あなんていうのの時には甘おうに行けないんだよね、どうしても土地乙女でなんとか済まそうっていう。5月が近くなった頃になるとスーパーでさ、たまに甘おうが安く売ってるんですよ、うん、その時に初めて甘おうに手が出たね恥ずかしいよね、63歳。いや、まあそういうことでよろしくお願いします。どういうことかよくわかんないけど失礼しました。はい、じゃあまた来月もよろしくお願いいたします。お願いいたします。バイバイ。今日はアメリカ音楽、カントリーミュージックを掘り下げてみました。でもあれ見たいね、ビヨンセの見たい。そのどこで配信されるか分かりました？ HBO で配信、 HBO 制作だから、さすが HBO ですね。 U-NEXT とか U-NEXT とかそんなもうピンポイントで分かんないですよ。あ、そうだね、 HBO だからね、 U-NEXT ですよ、間違いなく。いやもうさ、配信のさ、サブスク貧乏になっちゃうね、もう本当に。あのさ、ちょっと変わちょっと話飛びますけど、うん、あれ見たいね、将軍。将軍見たい。そのためにはね、うん、ディズニープラス入んないといけないからね。そうそうそう、あれもね、私がねアメリカ住んでた頃、70年代の後半、もうね街には一っ子一人歩いてませんでしたっていうテレビドラマだったの。島田陽子、そう、様今考えたら全然セリフあんまりなかったような気がするんですけど、でもね、もう本当に一世を風靡したテレビドラマのリメイクなんですよね。まあ、あの将軍の音楽にカントリーミュージック合わないかもしれないですけどぜひね、あの皆さん機会があったら、ビヨンセ様のあれか、もしくは将軍見てくださいどういう締めなのかよくわかんないんですけどね。さあ、まあね、ゴールデンウィークもこれから始まります、うん、皆さんね、お元気で楽しい休日をお送り、まあ、外に出るのもよし、そう、配信見るのもよし、よし、はい、もう、まあ、私たちは引きこもって配信だと思いますけれども、はい、うん、皆さんいい休日をお過ごしください、はい、また来月もお楽しみに。 Let's stay together でした。バイバイ。 バイバイ。番組への感想やリクエストは FM ブルー湘南のホームページのメッセージフォームから、もしくは X、旧ツイッターにてハッシュタグレディオヨコスカをつけて投稿してください。皆様からのお便りをお待ちしています。